スナップセットつけにくい話。スナップセットつけにくい話。まあ、スナップセットっていうね、あの手芸のボタンみたいなのがあるんですね。スナップボタンとかスナップセットって言われてますんですけども、これはね、薄いシャツとかの、袖口とかにパチンとこう留められるような、そういう、ボタンで、普通のねボタンとは違うんですね。普通のボタンは服に穴が開いていて、それでそこにボタンを通して、留めるんですけども、このスナップセット、スナップボタンっていうのは、あの縫い付けるんですね。オスメスがあって、オスメスを縫い付けて、それぞれ縫い付け、そこをパチンとやると止まると。でパチンっていうのもですね、あのちょうどメキシコのソンブレロハットっていうんですかね、ああいう帽子、円盤状になってて中が盛り上がってるの、帽子、あれがね、あの帽子をかぶせるようにすると金属でパチンと止まると。でもちろん取るときもちょっと力を入れるわ、パチンとこう取れるという、ワンタッチで取れるようなボタンで、非常にこう使い勝手がいいというかね、まあカバンとかにもついてるだろうし子供でも使えるような、ね、そういう便利なボタンがあるんですけども、まあなんか服についていたこととかあるし、見たこともありますし、でもそのスナップセットっていう名前を知らなかったり、どういうふうにねつけるのかって知らなかったりとか、でも何度かね、パチンパチンってやったことは皆さんもねあると思うんですね。私あのレザークラフトをやってまして、本革のね、レザーの小銭入れとかを作って、で小銭入れとかですね、そういうのはパチンとこう止めたいわけですよ。蓋をするというかね、入れ物の蓋をしなきゃいけないというか、小銭が出ちゃうから。でその蓋をね止めるような金具、ボタンに当たるような金具、これをね買ってこなきゃいけないんですね。だからこれを買いに行こうと思って、それでどこに売ってるのか全くわからないと。でまあ後からね調べた件では、あのそういう手芸店とか専門店ね、レザークラフトを扱うような DIY 系の専門店とか、そういうところにいると、やっぱりボタンもねそれ用のがちゃんと売っていて入手は可能なんですが、まだレザークラフトは初めて初期の頃、これはねもう全く見当をつかずに、レザーのね素材だけはあると、革はぎれっていうね、はがきよりちょっと大きいようなレザーの素材だけはまあ買ってきてあると。それで糸と針もまあレザー用じゃないんだけども使えるようなね、普通の手芸用の糸と針があると。でカッターナイフでもあれば切って縫うことぐらいはできるんでね、小銭入れぐらいだったら作れるわけです。ただ小銭入れ最後にパチンとこうボタンで留めたいですよね。財布の小銭入れの部分もボタンでパチンと留めるような、そういう機構になってると思うんですけども、ジッパーでなければボタンですよね。はい。それでボタンを買いに行かなきゃいけないと思って、とりあえず100均に行ったんです。100円ショップ。ちょっとね、男一人でね、手芸店に行くのはちょっとハードルが高いんですよね。うん。だから、で、行ってなかったもあんまり、ね。で、なんか お探しですかって聞かれちゃっても、なんか言いようがないっていうね。うん、その頃ねスナップボタンとかスナップセットとかそういう名称がわからないし、それがね本当にあるのかどうかもわからないし、それ買ったところで使えるのかどうかさえもわからないと。だから手芸店行ってなんか聞くにしても前提知識が必要なんですね。漠然とね、こういうのありますかって言えないからね、うん、で店員さんも困るだろうし、漠然と聞かれてもはみたいになるからね。例えばですね、レンタルビデオとか借りに行って店員さんにね、海の絵がありますかって聞かれてもはって思われちゃうよね。海の絵が、海の絵がって言っても幅広すぎますからね。海洋アクションもあるし、ジョーズだって海の映画だろうし、
それから海が出てくればいいんだったら何でもあるからね。はい、というわけで、とりあえずね、100円ショップ行ってボタンに使えそうなものを探したわけです。で、通常のねボタンも売ってましたよ。ごく一般的なシャツの袖口についてるような、ビジネスシャツの袖口についてるようなボタン、あれもいいんだけど、あれはボタンの穴を開けなきゃダメですよね。オスの方はボタンだけど、メスの方は生地に穴を開けなきゃいけない。でも生地もですね、ボタン用に縫わなきゃいけないと。これは厄介なんだよね。ミシンでもあれば縫えるんだけども、レザークラフトなんでね、厚みとかの問題もあるから、だから普通のボタンじゃダメだと。なんか特殊なパチンと留めるようなやつがあればいいなと。だからスナップセットっていうのが売ってまして、これ前ちょっとお話したんですけども、先ほどのねメキシコの帽子みたいな円盤状で中が盛り上がってる、これオスメスになっていて、まあ、形一緒なんだけどね、帽子を重ねるように、押すとパチンと止まると。金具なんですね。1センチぐらい直径1センチ、あるいは5ミリぐらいのものもあります。そういうのがいくつもセットになっていて、これいいなと思って買って帰ったね。で、その小銭入れのところに取り付けるんですが、正確に言うと作った後で取り付けるのすごい面倒くさいので、てか不可能、構造上不可能なので、この型紙からね切った段階で、レザーの革のねパーツにした段階で完成予想図で、完成時にねそこにつくように、型紙から起こして切った状態から、パーツのした状態からもうスナップはつけておくんですけどね。で、つけ始めたんですけども、これね細かいねやり方があるので、ちょっと端折ってデフォルメして言いますけども、このスナップセットの帽子のつばの部分にね、穴が4つぐらい開いてまして、そこに糸を通して、で生地に糸を通して、で固定するという4箇所ね固定するという、まあ何回糸を通してもいいんだけども、場所としては4箇所、穴が開いてるので、スナップセットにね、で帽子のつばとこつばみたいなところに4箇所穴が開いていて、でそこに、針を通して生地とね固定してしまうという、1箇所だったらグラグラするけども、4箇所止めるんでね、しっかり止まるという、で強度も出るという、そういう仕組みなんですね。でそれをねやってましたら、なかなかこれが難しいと。まずですね、レザーの生地自体がすごく厚いのでね、レザーの生地自体がすごく分厚いので、裏から針を通そうと思っても表に出る場所がねなんかコントロールできないんですね。これがね薄いペラペラのねシャツの生地とかだったら、ちょっと針出して顔を出すとか、あれ抜き差しするのも簡単だし、あるいはまあ後ろから透けて見えるとかね、それもあるだろうし、生地の分厚さが少ないと、ペラペラだと針の位置をコントロールしやすいんですね。思ったところに針が通るというね。で間違えたらまたやり直しも何回でも可能だし、だけどねこのレザーの生地はね非常に分厚いので針がまず通らない。しかも通したところが全然見当外れのところに通ったりとかしてですね、何度もやり直すというか、ちょっとずれてたら、まあこの辺で譲歩するかみたいな感じで、妥協するかみたいな感じで、というわけでね、やっぱりスナップセットはねあんまりこう簡単ではないですね、レザーに通すのは。だからレザー商品、レザー小物というかね、このボタンとしてはですね、このスナップセットを4箇所も縫うっていうのはねなかなか大変で、オスメス合わせた計8箇所も縫わなきゃいけないですし、1回縫うだけど強度が出ない、2回縫ったりとか、しかもその裏からね針を通して表に思ったところに出ないとか全然あるので、これがね大変なんですよね。というわけでスナップセットは通常のシャツならね非常に簡単なんですけども、レザークラフト
レザークラフトはね、ちょっとこれは適さないのかなと思ってます。はい。